ダイソンのピュアクールを購入してしまいました。何が面白いの、うん、何が面白いんだカメラマン何が面白いんだ何が面白いんだおい、どうぞどうぞということでね、あの夜勤をやってると家に帰ってきても通販サイトとかそういう番組しかやってなくて、たまたま見たのがダイソンのピュアクールを見て購入してしまいました。はい。何が面白い？何が面白い？ムカつくな本当に。本当ムカつくわ。ということで何か開けてみようかな。何か開けようか。うん。開けて。あ？開けて。何か開ける？うん。お腹痛い。嘘でしょ？お腹痛い。あ、ちなみにこれね、29,000いくらだっけ？ん29,000いくらだっけ、どこにあるのそれ、知らん29,000、まあ全部でね、送料込みでね31,340円だわ。うん、ジャパネット高田さんありがとうございます。あいよジャパネット高田さんありがとうございます購入してみます。俺ね、通販サイトで初めて買ったんやって俺。うーん、あー、ダメだな、このカメラマンは。なんでこのカメラマンはダメやな。ダメじゃない。うーん、って言って、そう、通販サイト初めて買ったんやった、俺。ファーストを破るかのようにね、これね、ビニールね何が面白いの何が面白いの何が面白いんだ。ファーストを破る感じでね、ビニールを破ってきたらね、もう、ええやで何が面白い、何が面白いんだ。てかさ、これでかくない？でかい。でかくない？うん、でかい。でかいだろ、ちょっと。うん。これもいいよ。何が面白い、うん、めっちゃ甘い、これ。ナイスキャッチ。ナイスキャッチ。ナイスキャッチ。これどうやって開けんの？そもそもどうだけんのこれ。でさ、でかだよ。でかい。だいたい俺の身長が167センチだから、うん、胸あたりまでの高さやな、うんうん、でかくないこれ。でかい。これどうだけんの。ない、開けるとこ。あ、開け口ないの。突起物。突起物ない。アホや。突起物って言うと俺らしかわからないよ、うん、そんな。どうだけんのこれ。ないの？もういいよ。無理くり来たね。で、止めればいいでしょ。ね。あ、ちなみにね、うん、この時期さ、花粉症じゃん。うん、で、まあうちの彼女もさ、いろんなアレルギー持ってるじゃん。うん、だからさ、うん、だからさ。購入したのよ。うん、優しい。ピュアクール、扇風機と空気清浄機が一緒になってるってやつ。うん、うん、ジャパネット高田さんやりますな。やりますな、ジャパネット高田さん。やるな。やりますな。やるな。お、めっちゃ綺麗。なんかめっちゃ綺麗だよ。嘘。おお、本当だ。え、思いのほかちっちゃいな。え？これだけじゃないからな。これだけじゃないから。そういうことか。そんなちっちゃいのかと思った。何？あ、リモコンだ。おお。してます。してます。さっきから暖房しか出てこないよ、これ。どこに何があるの？手が短いんだけど。手が短いんですけど、どうやって、どうやって、どうしたのこれ。横開くんじゃないの、本当それ。あ、だいたいでかいんやって、これ。うん。でかいんやって、もうちょっとちっちゃいかなと思ったけどさ、でかいんやって。うん、大きめやね。手が届かん、これ。手短いなぁ。かわいそう。入っとるよ。どうやって通んの、これ。頑張って入り。どうやって通んの、これ。はひっくり返したら。トントントンで出てこんの？出てこんやん、これ。え、横なんかさ、開けるとこないのそれ。ちょっと待って、
違えた俺。多分間違っとるやろ。は？1個取れた。嘘でしょ。やべえんだけど何これ。腕が短いやって。腕短い、頑張れ、頑張れ。あ、やべえ。取れた？やべえ。は？この箱いらん？いらん。ほんま？うん。ほんまでっか？うん、破ってまえ。ちょ、破るじゃん。うん。あ。ごめん。頭取れちゃった。頭取れちゃった。おじさんの頭。やっとるやろ。ん？そんなボロボロにならないもん。すごいことになっております。熱い。これ絶対開け方間違えたよな俺。うん。そんなわけがない、その粉々です。説明書。俺に説明書という言葉はない。嘘でしょ。なんかさ、作りさ、うん、めっちゃ軽いな。こんな感じか。お、こんな感じだな。はい、完成。あ、でも結構ちっちゃいね。うんうんうん。ダンボールだけなんだね、大きいの。ほんとだ。結構ちっちゃいね。うん。ということで、まあこんな感じになりました。はい。いくらだっけ ?3万1000円か。うん。4月の10日までって言ってたから。うん、だから、4月の10日。うん。下取りがあれば、1万5000円の割引っつって言ってたから、もしよかったら購入してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、もしよかったらチャンネル登録と高評価お願いします。それではバイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。